最新バージョンの恐竜の実装とともに一緒に開放される活動商店のこともぜひ知ってください。商店を見逃すのは活動に参加しなかったも同然。商店には通常商品と目玉商品があります。育成の先端や霊印など不足しがちな資源が多数揃っています。ですが真っ先に交換すべきなのはさらにレアな霊明装備です。この装備はランクが高くステータスも抜群です。交換しない手はありません。特典が十分にあるのであれば商店の他の報酬も全部交換した方がお得です。特典の稼ぎ方がわからない、では次回は活動特典を簡単に獲得する方法をお教えします。